ファイアーエムブレム風化雪月。いろいろ縛った快適二人旅。エピソード5。やっていきます。8月になりました。散策がないため、サクサク講習で終わります。講習にギルベルトがいなくなっていて、斧を上げる手段がなく、あれ？ってなってしまいました。ペレスが将来使う剣と、ペレス・ディミトリ両者が使う、信仰が上がる、無駄のないマヌエラさんにお願いします。今の戦力は、ペレスがブリガント、レベル13、ディミトリが修道士、レベル8、です。師団は、ペレスにセイロステンバ兵団、指導レベル C、ディミトリに王国魔法隊、指導レベル D、を購入しています。ペレスが待ち伏せの陣を覚えました。騎士団戦力が3分の1以下で敵から攻撃されたと、先制攻撃ができるスキルです。騎士団戦力が3分の1以下という条件が安定しませんが、二人旅では反撃で敵と戦うことが多く、発動機会が非常に多いため、大活躍のスキルとなります。ギルベルトの回復やフォローはせず、相手の魔法キャラに倒してもらいます。ギルベルトはそこそこ強いキャラですが、生きていると敵の壁の中の弓兵の射程範囲に勝手に入ることで、壁の内側の敵やボスまで一斉に進撃させてしまいます。普段なら向こうから歩いてきてくれるので、ターン数の節約になりますが、二人に対してボスがどんどん前に出てくると、途中のアイテム持ちの敵などを倒せずにボスと戦うことになってしまい、取り逃がすか大回りして取りに行かなければいけなくなります。また、このマップはアイテムを持った敵も多く、友軍がそれらを倒すとおそらく、アイテムは消えてしまうため、ギルベルトには早々に死んでもらう方が戦いやすくなります。今1マスだけで待機したのは、その場所に待機すると増援が出てくるからです。あの位置なら即戻って戦うことができます。
弓兵の射程範囲に入ると、ボスを含めた全体が進撃を開始してしまうため、気をつけます。ここのアーマーは大事なアイテム命中の指輪を持っています。斧をメイン武器として使っているこのプレイでは必須装備です。そして実は強力な敵が守っており、不用意に突撃すると死にます。ペレスがグリガントをマスターし、最強スキル鬼人の一撃を習得しました。こちらから攻撃時に力足す6というスキルで、2回攻撃なら12ダメージも追加できます。今後の強力な敵を倒していくのに必須のスキルです。マイクランが倒しきれないので一発受けます。必殺率が存在するため、必殺が出てしまうと強制リセットになります。魔獣戦です。実はこの部屋の入り口は階段になっており、魔獣は階段を移動することができないため、階段におびき寄せて遠距離攻撃すれば、比較的安定して倒すことも可能です。二人旅するまで階段に気がついてませんでした。二人旅において魔獣はかなりしんどい相手です。複数キャラで倒すことを前提にしているゲームシステムのため、複数で殴る前提の HP の多さがまずターン数に響きます。キャラ数が少ない場合、相手がピヨピヨしてる時に追撃できなかったり、契約で注意を寄せている間に全員で攻撃などができません。また、通常プレイでは各キャラ2回倒しか使えない契約でも、10人等しいればそのマップのほとんどの魔獣に撃てますが、2人だと契約の絶対数が足りなすぎて魔獣の多いマップがただ辛くなります。じりひみになってきたので一旦退却。焦らず戦おう。
本節は以上です。ご視聴ありがとうございました。